広島東洋カープが5巡目で指名した河野投手、買い指名だったことから入団を迷っているというような報道も多くされて、入団拒否なんていう言葉も先行していました。しかし無事に入団ということになって、ここまでにどういった経緯があったのでしょうか。河野投手はもともと上位指名候補の投手でした。2021年の都市対抗までは6試合投げて30イニングで無失点、2022年の都市対抗では病気の影響もあって 4.1 イニングで自責点5となってしまって、大きく評価を落としてしまったわけなんですね。こういったことがありまして、河野投手は買い指名でショックを受けて入団拒否かなんていう話もありました。河野投手は指名されてからもずっと実はもう入団するということは決めていたそうです。ただ意図と違うような伝わり方となってしまったというところで、本人もファンの皆様に応援されるように頑張っていきたいというふうに話しています。なのでもともと入団拒否なんていうことは考えていなくて、ただ伝わり方があまり正しく伝わらなかったということですね。今回の河野投手に対して野球ファンの反応どうなんでしょうか。野球ファン、そしてカープファンからは河野投手にすごく温かいコメントが寄せられています。あの発言というのは指名順位への悔しさの表れだったのかなっていうふうに考えている方が多いですね。それが誤って伝わるような形になってしまったと。そしてコントロールもすごくいいし、先発で見てみたいというようなコメントも多かったです。今回のコメントに対して反骨心がすごく強そうだし、プロ向き全然悪いことじゃないというような応援のコメントをたくさん寄せられていました。以上です。